これはやはりあの市民の皆様の前に出続けて、これからも寄り添う行政をしっかりと任期全うするまでやっていきたいと、そういう意味です。試食会を18日に行いますので、まあ、早くてもおそらく年度の初めぐらいになるのではないかと。普及会を作ってですね、まあ、各店舗あるいはその、まあ、数店舗で提供するっていうことになろうかと思います。まあ、基本は民間の団体でやっていただくと。まずあの今まさかり高校、これは新しいうちだしだと思いますし、まあ、その他は現在今予算編成の過程の中で、まあ、新規軸を打ち出したいと思いますが、まあ、ただあのどうしてもですね、こう 今の組織があの時代に合ったものかどうかっていうことが内部でちょっと検討してます。その中では人口減少、それから高齢化、それから子ども子育ての分野に、特化した新しい政策の新規軸、あるいはそのための組織をですね、ぜひとも打ち出していきたいなと思ってます。で、初を目指して今段取りをしています。でもやっぱりこう、なんていうんですかね、航空自衛隊全体でそういう取り、あの、陸上自衛隊はミリ飯です。ミリタリー飯。で、海上自衛隊は海事カレー。で、航空自衛隊は、空からというか唐揚げということで、まあ、全国に指令が出ているところでありますけれども、その中でもやはり我々のその、鶏肉という分野でいけば、あの非常にですね、こう、地元で生産しているという強みがありますし、まあ、ホワイトファームさんというのはこう、まあ、全国の中でも有数なそういうメーカーですので、ボハムさんですから、まあ、そういうところをこ うまくコラボをして打ち出して新しいグルメを開発していきたいと思います。はい、じゃあ以上で、はい、ありがとうございました。以上で定例記者会